皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。ジャンクパンク、実況始めます。採掘現場から工場へと続く希望のコンベアを引いた前回。現場監督ロボさんが全力疾走しても2分半かかるクソ長コンベア。地面はデコボコだし一直線には引けないし、それはそれは供養そのものだったのよ。まあ運搬に移動にと便利になったんですからいいじゃないですか。便利になったって言っても全力疾走2分半なのよ。もちっと移動が楽になってくれるといいんだけどね。そういえば今後のロードマップには乗り物の追加も含まれていましたね。それよ、それこそが顧客が本当に求めていたものなのよ。物運ぶコンベアを道代わりにするとかそもそもありえないでしょ。ただここまで起伏が激しくて障害物が多いマップですからね。半端な乗り物だとむしろ移動が不便になるだけだと思うんですよね。何が追加されるんでしょうね。タケコプターじゃないの、ロボさんに合いそうだし。タケコプターって乗り物なんですかね。さて、前回は採掘現場と工場をコンベアでつなぎ、アルミニウムインゴットの材料であるレアメタルジャンクの採掘を進めました。アルミニウムインゴットの製法は2通りあります。レアメタルジャンクから採掘したレアメタルスクラップをシュレッダーでシュレッドに加工。それをセパレーターでアルミニウムスクラップに加工。アルミニウムスクラップをスメルターでインゴットにする方法。もう一つはレアメタルジャンクから確率で採掘できるアルミニウムスクラップ。それを直接スメルターでインゴットに加工する方法。手っ取り早いのはアルミスクラップを直接スメルターで加工する方よね。アルミスクラップが十分にあればそうですね。前回結構長いこと採掘してたけど、どんくらい掘れたんだっけ？ちょっと確認してみましょうか。アルミニウムインゴット1つを生産するにはアルミスクラップが2つ必要になります。モノリスに納品するアルミインゴットの数は100。つまりアルミニウムスクラップが200あればシュレッダーやセパレーターで加工することなく、スメルターのみでモノリスに必要な数のインゴットを生産できるわけです。現在倉庫にあるアルミニウムスクラップの数は250弱。これならスメルターでの加工だけで OK ですね。いいねいいね、採掘頑張った甲斐があったのよ。早速インゴットを作っちゃおうじゃないの。そうですね。ではスメルターで加工を始めましょう。アルミニウムインゴットの生産開始。しばし待てば必要な量の出来上がりです。じゃあ現場監督もしばらく一休みなのよ。現場監督には待ち時間の間も働いてもらいます。ロボさん休むことも許されないのね。モノリスに納品するインゴットは3種類。そのうちゴールドはすでに納品済み、アルミニウムは現在生産中。残る一つであるピュアシリコンインゴット、その原料の採掘に行きましょう。またも始まる全力疾走2分半。それでは採掘現場へと移動しましょう。採掘現場へ到着。ちょうど前回最後にレアメタルの採掘をしていた場所に、ピュアシリコンインゴットの材料であるエレクトロニクススクラップ、それが採掘できるエレクトロニクスジャンクもあったんですよね。また延年とレーザー2機でスクラップ掃除の始まりなのよ。まあシリコンインゴットの材料はレアメタルスクラップの採掘でも確率で手に入るので、すでにそこそこの在庫は確保しています。残りは今見える範囲のスクラップを採掘すれば十分でしょう。じゃあちゃっと片付けちゃうのよ。スクラップ回収完了。これほんと手間でしかないんだけどさ、やり始めちゃうと熱中しちゃう不思議。レーザー2機の射程の届く範囲全て採掘しないと気が済まなくなっちゃうのよね。単純作業がお好きな方にはたまらない仕様ですね。自動化って本来こういった作業を楽にするもんだと思うのよ。矛盾してますね。採掘が自動化されてもレーザー2機を直接操作するのは残してほしいのよ。なんというかプチプチを潰すのに似た気持ちよさがありますね。それでは設備を回収して工場に戻りましょう。そろそろアルミニウムインゴットの生産は終わっているはずです。続けてピュアシリコンインゴットを作ってモノリスに納品しましょう。アルミニウムインゴット100個が出来上がり、次はピュアシリコンインゴットの生産に移ります。ピュアシリコンインゴット1つの生産には汚染されたシリコン2つが必要です。材料足りるのかしら。先ほどの採掘で汚染されたシリコンの在庫も軽く100を超えました。これならわざわざエレクトロニクススクラップをシュレッドに加工して汚染されたシリコンを作る必要もありません。いいねいいね、早速スメルターにインしちゃうのよ。それでは汚染されたシリコンをスメルターにセットしましょう。ピュアシリコンインゴットの生産開始。原料の持ち運びは現場監督の手作業なのね。フィルター機能があればこの辺りもコンベア繋げて自動化するんですけどね。あるいはスメルターのアイテムスロットが今の10倍くらいあれば、とりあえず適当に原料をコンベアで流し入れておいて、インゴットが必要な時にレシピを設定して生産するというやり方もありますが、今程度のスロット数だとすぐに溢れてコンベアが止まっちゃいますからね。現状ロボさんが運ぶのが一番効率的です。自動化への道のりは遠いのよ。
ファクトリオやダイソンスフィアプログラムレベルの自動化には程遠いですね。今後のアップデに期待したいところです。それではピュアシリコンインゴットが出来上がり次第モノリスに納品しましょう。モノリスに到着。生産したアルミニウムインゴットとピュアシリコンインゴットを納品します。納品完了。これでインゴットは全部納品済みなのね。残るは電子部品と機械部品が6種類。こちらは材料の種類が多い上に生産にはファブリケーターが必要です。工程も増えますからインゴットよりもさらに大変ですね。じゃあ早速生産、行っとく。例によってその前に一仕事必要ですね。工場に戻ってまずはそちらに着手しましょう。工場に帰還。あれ、こんなとこに床なんて敷いてたっけ？インゴットの生産中に作っておきました。次の作業の下準備ですね。早速始めましょう。これでよし。新たに作った足場に大型コンテナを6つ設置しました。こんなにコンテナっているんだっけ？スクラップの種類ごとに在庫を管理しようと思いまして。それってフィルター機能がないからやらないんじゃなかったの？初めはそう考えていましたが、やはり種類別に在庫を分けていた方が便利なんですよね。自動仕分けはフィルター機能が実装されてからのお楽しみ。当面は現場監督自ら仕分けをお願いします。ロボさんの仕事がまた増えたのよ。それでは手持ちの在庫の整理を始めましょう。在庫の整理完了。それではコンテナの中身を確認していきましょう。まずは一番右のコンテナです。こちらはスクラップメタルの保管用コンテナ。そのお隣はラバースクラップ用のコンテナ。次はプラスチックスクラップ用のコンテナ。エレクトロニクススクラップ用のコンテナ。レアメタルスクラップ用のコンテナ。そしてそれ以外のスクラップ類はまとめて一つのコンテナに管理。シュレッドの原料になるスクラップには専用のコンテナを用意した仕分けにしています。これを自動で仕分けられればよかったんだけどね。この程度なら簡単なフィルター機能でいけるんですけどね。資源用のコンテナを用意したので拠点に置いていた中型コンテナの中身も整理しました。今までは持て余した物はとりあえずここに放り込んでたのよね。こちらも用途に分けてコンテナを使っていきます。主にロボさんのクラフト用ですね。一番手前のコンテナにはモノリスに納品する部品類をまとめて管理します。これらは発電機や施設のクラフトでも多用するので必要なものはここからピックアップします。真ん中のコンテナはインゴット類とその他の部品類を管理。これも用途は同じですね。最後のコンテナは現状使っていないものをまとめて管理。主にバケツです。バケツはスタックできないから場所取っちゃうのよね。ちなみに今見えてるペンチ缶は何に使うの？ああ、これですか。時々見かけたので拾っておいたんです。これの用途はですね、インベントリにあるペイントスロットにセットして使います。お、ロボさんの色が黄色になったのよ。安全ネットの色にもフィット。まごうことなき安全イエロー。これこそどこに出しても恥ずかしくない現場監督のお姿なのよ。ペイント缶はマップのあちこちに落ちているらしいですから、見かけたら拾っておきましょう。カラフルアフロといい細かいところに凝ってるのね。こういう遊び要素は好きですね。他のカツラもまた見つけたいところなのよ。じゃあ一仕事終わったし、早速部品の生産開始と行きたいとこだけど、あんだけ倉庫作ったってことはそうじゃないってことなのね。よくお分かりで。倉庫があっても中身が空では話になりません。生産を効率的に進めるためにもまずは採掘です。レアメタルとエレクトロニクススクラップはすでにそこそこの在庫がありますので、残る3種類のスクラップの備蓄を貯めるのが次のお仕事です。レーザー2機大活躍ね。モノリスに納品する部品の生産に必要な資源を貯めてから生産に着手します。次回は生産を再開するところから開始ですね。採掘現場の絵は地味だからね。それでは在庫の整理も一区切りついたところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。